三協製強化式会社は本店を大阪市中央区に本社を大阪市中央区安土町と東京都中央区日本橋に置く繊維系の商社である。1920年創業。創業者の三木滝蔵が1920年に横浜で三木商店を創業。輸出向けの機能織物を海外の格好誌に向けて取引を行う。やがて、 三木商店は1923年の関東大震災で店を失うが、横浜から神戸に拠点を移して取引を再開する。その後も取引は順調に続き、1938年に開祖する。2015年に本店を、それまでの神戸から大阪に移転した。イギリスを代表するブランドとして知られるドックスを1969年から取り扱うなど、 その他にもフランス発のブランド、レナードやオートクチュールメゾンとして有名なクリスチャン・ラクロなど取扱いブランドも多数である。その他かつて取り扱っていたブランドにアメリカ西海岸発のサーファー向けブランドで足ア跡アマークでその名を知られるハングテンなどがある。1980年代に当時取扱いブランドだったハングテンが大いに業績に寄与していたこともあり。 当時スポンサーとして番組に参加していた。現在日本の地上波のテレビでは CM は放映しておらずファッション雑誌の記事が一般になっている。ありがとうございます。